マッカビ時代のハルペリン・ヨタム・ハルペリンは、イスラエルのプロバスケットボール選手。ギリシャ男子、プロバスケットボールリーグ一部、A1S2 期の名門オリンピアコス所属。テルアビブ地区テルアビブ出身。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード、スモールフォワードの3つのポジションをこなす。196センチメートル、91キログラム。1998年。 14歳で生まれ故郷のチームであり、欧州全土に名をとどかせる強豪真っ赤日の下部組織に入団。それからわずか3年後の2001年、17歳で真っ赤日のトップチームに昇格し、プロデビュー。2003年、19歳でイスラエル A 代表に招集され、その年に開催された2003年ユーロバスケットに出場。その後は、 イスラエル代表の中心選手として2005年ユーロバスケット、2007年ユーロバスケットに連続で出場。2003年から2005年まで史上初の2年連続のユーロリーグ制覇に貢献。当時のチームメイトにはアンソニー・パーカーらがいた。2006年の NBA ドラフトで指名されているが、NBA にはまだ行っていない。ありがとうございます。